ハリファックス郡はアメリカ合衆国バージニア州の南部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は36,241人であり、2000年の37,355人から3.0%減少した。郡庁所在地はハリファックス町であり、同郡で人口最大の町はサウスボストン町である。ハリファックス郡 エッジウッド農園のタバコ倉庫ハリファックス郡となった地域は数千年前から先住民族の様々な文化があり、イギリス人開拓者が入ってきた時は数五族のインディアンが住んでいた。ハリファックス郡は1752年にルーネンバーグ郡から分離し、イギリス人開拓者が設立した。軍名は植民地の父と呼ばれた第二代ハリファックス伯爵。 ジョージ・モンタギーイコールダンクにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は830平方マイルであり、このうち陸地819平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は1.24%である。1990年国勢調査まで、軍内にあるサウスボストン市は別の軍内にあった。百九十五年七月一日に、 町となり、ハリファックス郡に入った。ミルトンパーイヤープレイスでの豚の料理、1939年、マリオンポストオルコット撮影以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。